スピードハンターのピーターをゲストに招いて、ここ恵比寿南コースをですね攻略したいと思います。ではご覧ください、どうぞ。恵比寿サーキット南では正回りになるんですけど、じゃあ行きます。2速ここも2速からのサイドブレーキで進入、すぐアクセルつないで、これ下っていくんでちょっと速度に注意しながら見返します。ここはアクセルでずっと伸ばしていくんですけど、ここでしっかりフットブレーキで減速して速度を落としてから見返します。繰り返した後はもうアクセルですね。勾配によってかなり運転が変わるので、その辺のスピードコントロールが重要ですね。ステアリングスムースベース、スムース、スピードアップ。これインフィールドを使って、走らせてます。まずここ2速からサイド入ってアクセルでつないで、あとアクセルコントロールですね。でうまくアウトラインに持ってきながら、こっちはでライン取りが重要ですね。あとはリズミカルにカウンターステアを当てていけば、2速ホールドでずっと回ってくることができますね。まあこんな感じで簡単にできます。Drowns me, makes me wanna play.